今日の学習を始める前に、まずは簿記の基調の流れを確認させてください。簿記の目的は、試験対策上はとりあえず、貸借対照表と損益計算書を作ることだと思っていただきたいんですが、貸借対照表や損益計算書は厳密な報告書ではなくて、企業の財政状態や経営成績についてざっくりとした情報を表示するものなんです。そこで、いろんなものを細かく数えずに、似たようなものはまとめて数えましょうということになっているんですが、さて、その似たようなものをまとめて数えるための単位のことを何と言うでしょうか？答えは、勘定科目と言います。そして、勘定科目の金額は決まった場所で数えるんですけれども、さて、勘定科目の金額を数える場所のことを何と言うでしょうか？答えは、勘定です。つまり、勘定科目の金額は、勘定という場所で計算することになっているんですが、勘定は貸借に分かれていて、片方に増えた金額ばっかり記入して、もう片方に減った金額ばっかり記入すると、その差額が勘定科目の金額になるという仕組みになっています。では、この増えた金額の合計と減った金額の合計の差額のことを何と言うでしょうか？答えは残高です。このような仕組みになっていますから、簿記では取引、つまり5要素のうちのどれかが増減する出来事が起こったときに、勘定のどちらかに金額を書き込んで残高を変動させなくてはいけないんですけれども、取引が起こった時に、いきなり勘定の残高を変動させるのではなくて、一旦下書きをしましょうということになっています。では、この勘定の残高を変動させるための下書きのことを何と言うでしょうか？答えは仕分けです。つまり、取引が起こった時には、まず仕分けを行います。そして、例えば、仕分けの借り方に現金300円とあれば、現金勘定の借り方を300円増やします。また、仕分けの貸し方に現金100円とあれば、現金勘定の貸し方を100円増やします。そうすると、現金勘定を見たときに、増えた金額の合計が300円、減った金額の合計が100円で、残高が200円であるとわかります。なので、財務諸表を作るときには、貸借対照表に現金200円と記入するという流れになっています。このうち、勘定の残高を財務諸表にまとめるのが、決算という手続きです。財務諸表には、決算時、要は、期末時点のすべての勘定の残高が載りますので、決算時にはすべての勘定の残高を把握する必要があります。さて、ということは、決算時にはまず何を作らなければいけないでしょうか？答えは残高試算表です。つまり、決算時には残高試算表を作って、これをもとに財務諸表を作るわけです。ただ、実は勘定科目によっては、期末時点の残高をそのまま財務諸表に載せてはいけないものが存在します。そこで、決算時には、すべての勘定の残高を財務諸表に載せて良いものに修正する手続きを行わなくてはいけないんですが、さて、この手続きのことを何と言うでしょうか？答えは、決算整理です。で、決算整理は、勘定の残高を修正するものですから、要は仕分けを行うわけで、決算整理の手続きのことを、決算整理仕分けとも言います。で、そういうわけで、決算整理前に作る残高を修正する前の残高試算表のことを、決算整理前残高試算表、略して前 TB と言います。従って、
勘定の残高を財務諸表にまとめるときには、まず決算整理前残高試算表、前 TB を作ってから、決算整理仕分けによって勘定の残高を適切なものに修正して、それを財務諸表に載せるという流れになっています。で、全体の流れを把握して、どのタイミングで何をやろうとしているのかを掴んで学習を進めてください。そうすると、簿記の理解が深まります。それでは今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。